なんですけど、一度オリンピックに出られなくて、そして夢を諦めて一度マットから降りたことがあったんですが、今振り返る、競技をやってた時期を振り返ると、勝ち負けももちろん競技をやっているとあるんですが、自分が目標を見失って目標を失ってしまった時が一番辛かったなというふうに思いました。でその中でもやっぱり、怪我をして自分がなかなか練習できない時も辛いなというふうに思ったこともあったんですが、やっぱり本当に一人では目指せないので、家族やコーチやたくさんの人に支えてもらって目標に向かってほしい。